本項目では400年に及ぶ生科学の歴史について説明する。生科学という用語が初めて使われたのは1882年と見られているが、一般的にはドイツ人科学者のカール・ノイベルグが1903年に生科学の用語を提唱したと認知されている。元来、生物は無生物が持つ科学法則には従わないものと考えられていた。また、 生物のみが新たに生命の分子を作り出す能力を持つとされていた。1828年、フリードリヒ・ベイラーが尿素合成に関する論文を発表し、有機化合物が人為的に生成可能であることを証明した。エドゥアルト・ブフナー18世紀末から19世紀初頭の時点で微分泌液による肉の消化、また植物抽出液や唾液によるデンプンから等への 点火はすでに知られていたが、これらがどのようなメカニズムを経て起こるのかについては解明されていなかった。19世紀に入り、酵母により糖がアルコールに発酵される現象を調べていた、ルイパスツールは一つの結論を導き出した。すなわち、この発酵は発酵素ファーメントと呼ばれる酵母細胞の持つ生命力によって触媒されたということである。 マスツールは、アルコール発酵は、酵母細胞の生命活動や組織化と相関し、細胞の死や腐敗とは相関しない活動であると、記した。1878年、ドイツ人生理学者のウィルヘルム・キューネがこの過程を示す、用語として、エンザイムを提唱した。後に、酵素エンザイムは、ペプシンなどの無生物機質を指す用語として、またファーメントは、生命体が持つ、 化学活性について用いられるようになった。1897年、エドアルト・ブフナーは生酵母細胞を伴わずに酵母エキスが糖を発酵させる能力の研究を始めた。ベルリン大学で行われた一連の実験で、ブフナーは生酵母細胞が混合液中に存在しないのにもかかわらず、糖が発酵されることを見出した。 ブフナーは、スクロースの発酵を引き起こす酵素をチーマーゼと命名した。1907年、ブフナーは、無細胞発酵の生、科学的研究と発見で、ノーベル科学賞を受賞。ブフナー以後、酵素は、大抵、それらが行う反応に従って命名されている。通常、汗という設備時が、気質の名称や、反応の種類に付加される。酵素が、 生体細胞の外でも機能することが示された後、次に酵素の生、科学的本性の決定が行われた。多くの初期の研究者は、酵素活性がタンパク質と関係があると考えたが、ノーベル賞受賞者のリヒャルトビルシュテッターをはじめとする一部の科学者は、タンパク質は単に真の酵素の運搬体に過ぎず、タンパク質それ自体は、触媒能力を持たないとして反論した。 しかし1926年、ジェームズ・サムナーは、ウレアーゼという酵素が純粋なタンパク質であることを示し、結晶化に成功した。また、1937年には、カタラーゼという酵素について、同様のことを行った。純粋のタンパク質が酵素になりうることは、ジョン・ノース・ロップとウェンデル・スタンリー、トリップシン、キモトリップシンに関して研究していた人物によって、 決定的に証明された。サムナー、ノースロップ、スタンリーの3人は1946年にノーベル化学賞を受賞した。酵素が結晶化可能であることの発見は X 線結晶構造解析による酵素の構造決定につながった。最初に構造が決定された酵素はリゾチームである。リゾチームは涙、唾液、卵白の中で見つかった酵素で一部の細菌の 被覆物を消化する働きを持つ。この酵素の構造は、デビッド・チルトン・フィリップスの研究グループによって決定され、1965年に発表された。リゾチームの高分解能構造の決定は、構造生物学と呼ばれる学術分野の夜明けとなり、酵素がどのように働くかを原子レベルで解明する努力が始まった。 アルス・デストアッティかメディシーナに描かれたサントーリオ、サントーリオとサオバカリ大社という用語は、英語ではメタボリズムと書くが、これはギリシャ語のイプシロンタウアルファベータ、ラムダイオタシグマミューから派生したものである。大社の科学研究史は400年に及ぶ。人の大社に関する最初の制御事件は、サントーリオサントーリオが1614年に、 著書アルスデストアッティカ・メディシーナで発表したものである。この本は、サントーリオ自身が食事、睡眠、労働、公設、飲酒、排泄の前後で、いかに体重が変化したかを説明している。サントーリオは、摂取した食物のほとんどが、不感常説、インセンセブル・ピアースパーションと彼が命名した過程を、経て失われることを見出した。20世紀を迎えて以来、生科学は、 クロマトグラフィーや X 線解説、NMR 分光法、放射性同位体標識、電子顕微鏡法、分子動力学シミュレーションなどの新技術の発展と共に著しい前進を見た。これらの技術は多くの生体分子や細胞の代謝経路の発見や詳細にわたる分析を可能にした。現代性科学研究で最も多産な科学者の一人にハンス・クレブスがおり、 代謝の研究に非常に大きな貢献を残した。クレブスは、尿素回路や、後にハンスコーンバーグと共同で、クエン酸回路やフリオキシル酸回路を発見した。今日、生化学の研究結果は、遺伝学から分子生物学に至るまで、また農学から医学に至るまで多くの分野で応用されている。物質代謝と並んで生命の特徴の一つに、自己複製が挙げられる。 すなわち遺伝学に基づき形質を世代間で伝達する生態物質の探求が20世紀の生科学における一大研究テーマであった。1953年にワトソンとクリックは DNA の二重螺旋モデルを発表した。DNA の塩基体は相互的であり遺伝学の振る舞いを説明し得る十分な仕組みを備えていた。この論に基づきクリックは年に 分子生物学概念の基礎となるセントラルドグマを発表した。セントラルドグマにより遺伝子と酵素との対応関係は明確になった。すなわち、どのような酵素が存在するかは、どのような遺伝子が存在するかということを意味する。21世紀になるが、2003年には人ゲノムの解読が完了し、人の細胞内で発現する。 タンパク質の種類はおよそ2万から2万7千種類程度であると推定された。生体内の向上性は生体外物質により調節されていることが明らかとなった。すなわち、ホルモンやオータコイドなどメッセンジャー物質によって制御されている。20世紀後半になると、これらの調節機構と生体物質との関連が生科学研究の重要なテーマとなる。今日では、 メッセンジャー物質は、受容体と呼ばれる、機能タンパク質と結合することで細胞にシグナルを伝達することが判明した。受容体がシグナルを受け取ることにより、イオンチャネルが開いたり、セカンドメッセンジャー物質により遺伝子発現が制御されることにより、生体での向上性が維持されている。細胞と外界とを仕切る、生体膜は脂質を主成分とする二重構造により、 構成されることが1935年にダニエリーとダベソンによって提唱された。生体膜は細胞膜だけでなく、細胞内器官であるミトコンドリアや消胞体などにも存在し、それぞれ機能が異なっている。1972年にシンガーとニコルソンとは流動モザイクモデルを提唱し、機能タンパク質が組み込まれた脂質二重膜により、 生体膜が構成されることが判明した。生体膜には脂質やタンパク質以外にも動作が結合している。生体膜倒査の構造は細胞の自己認識に重要である。ABO 式血液型は赤血球膜表面の倒査の種類の相違により認識される。ありがとうございます。